施設を抱きしめて、続きからプレイしていきましょう。前回は修羅場一歩手前というか、もう修羅場に突入しましたね。これからもああいうのが続くと思うとね、もうね、身が持たないという思いでいっぱいなんですけども、翌日、晴れたというのに冷たい北風が吹きつけた。お、それはちょうど消えてしまった眉を思う僕の心のようだった。一体あの子はどこへ行ってしまったんだろう。何事もなければいいんだけど。ん？目隠し？トモコやるな。こんなこと僕にしてくるのはトモコぐらいのものだし。何やってるんだよトモコ。あ？分かっちゃった？分かるよそんなの。あれ？設定変えたんですけどね。ちょっと待ってください。ここでね、表示でセリフ設定でこれにしたんですけど、あ、これちゃんとあれか、これでやらないといけないのか。直しますね。肌と肌が触れ合うだけで、それが自分のパートナーだって理解し合える、そういう関係になったのね、私たち。はい、これでね、ちゃんと文字も見えるようになりましたね。勝手に言ってればって感じ。あ、それはそうと、ごめんね、昨日は。ちゃんと謝れるのはいい子だよね。昨日？うん、あの子のこと。いいよ、トモコの言うことだって間違ってないし。そうなんだ、僕があの子をさっさと病院か警察に連れて行っていればこんな風にはならなかったのに。でも今さら放っておけないか。おっと、授業が始まっちゃう。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代は中華料理でいいからね。バイ。すごい格好で大学に来るんだね。そういえば今日はトモコがタウンボックスで手伝いをしてくれる日だった。バイト代安上がりでいいね。手伝ってくれるのはありがたいのだが、僕の低いバイト代でおごらされるのはな、かなり辛いのだ。それでもトモコを外すことはできない。それはタウンボックス編集部の存続に関わる問題になるからだ。トモコがかなり有能なのか、タウンボックスが無能なのか。いつか編集長からトモコの食事代を請求してやろう。てか普通に雇えよな。今は忘れられない、あれはちょうど去年の今ぐらいのことだった。高校時代の憧れの相手マユの死を知ったのは、あれ、亡くなったって話出てたっけ。だからあれか、生まれ変わりって言ってたのか。僕が自分の気持ちに整理をつけようと、マユに告白する決心をしてマユを呼び出したんだ。けれどその時もまた何も言い出せないまま別れてしまった。ああ、そういうことか。そしてその帰り道、マユは交通事故に遭って、二度とあの笑顔を見ることはできなくなってしまった。呼び出さなければそうはならなかったのにって思ってるってことか。あの時僕は告白してもう少し眉を引き止められていたのならあんなことにはならなかったのに。そっちか。あの日家に帰り、友人から回ってきた電話連絡で訃報を聞いた時だって全く信じられなかったし、ほんの数時間前まで話をしていた眉がもういないなんて。告別式で僕は黒い額縁の中の眉の笑顔を見て初めて泣いたんだ。人前なのに、男なのに、そんなこと気にしないで。男だから泣いちゃいけないってこともないと思うんだ。私は実況で何回も泣いてるからね。前の家族はもうこの町にはいない。前のいなくなった悲しみから逃れるように遠くの町へと引っ越していってしまった。それさえもなんだか自分の責任のように感じていたあの頃は。あの時の僕の落ち込みようと言ったら今から思えばひどいもんだったと言える。心の真ん中にぽっかりと開いた巨大な穴、どんな慰めも吸い込まれて消えてしまうブラックホール。そんなどん底状態の僕にとってトモコの明るさは唯一の慰めだった。依存してたってことかい。
寒い。しかし4月はもう中旬だっていうのにやけに寒さが身にしみるな。あの子今頃どうしてるんだろう。本当によく動くな。おい、鳴らされてんぞ。このおじさんがタウンボックスの編集長。実は僕のおじさんだったりする。コネでバイトしてる感じか。この人の勧めもあり、僕はこの地方都市の大学に受験し、なんとか合格することができたのであった。おい、入校直前まで原稿書いてるやつがいるかよ。とっとと占いコーナーなんてあげちまえ。お前さんが終わんないと恋人のともこさんも帰るに帰れないだろう。もうおじさん公認なんだな。え、やっぱりそう見えます。何言ってんのよ、いつもは避けてるくせに。締め切り間際だからって調子いいんじゃないの。そんなことないって。ここでともこにへそを曲げられて仕事の上がりが遅くなっては、また僕は居残りで仕事をする羽目になる。ん、何考えてたの。怪しいな。いや、すごい服着てんなって思って。いや、そのともこは僕の手伝いをいつもしてくれるんでありがたいなってね。だったら今度デート誘ってよ。ああ、いいよ。じゃあ都合のいい時教えてよ。すごいな、ご機嫌取りに走ってるな。本気？ちょっと待っててね、今スケジュール見るから。仕事中だぞ。財布の行方か。タイピング遅いな。それにしてもあの子はどこ行っちゃったんだろう。どうやったら前に会えるんだろう。前みたいに街でうまく会えるなんてことそうないし。決定。今日から私は4月15日生まれ、お羊座のまゆです。そう言われると。よろしくお願いします。財布なくしたとか書きづらいね。まゆ、お羊座のまゆか。本物の方はどうだったんだろう。そうだ、星占いだ。まゆは星占いのページが好きだって言ってたし。そうだ、そうしよう。それがいい。書き換えるか。おひつじ座の、おひつ、お、おひ、お、おひつじ座のあなた。日曜日の午後がチャンスです。なるほど、誘導か。なんか私的利用みたいで気が引けるな。素敵な相手に必ず出会えます。ラッキーポイントとかそういうので駅に行きましょうとか、そういう感じで誘導するのかもしれないね。それが再会の相手だったらますますチャンス。きっとあなたの相談相手になってくれることでしょう。ラッキーメニューはミックスサンドにストロベリーシェイク。2丁目の交差点の角にある喫茶店四季あたりがポイントかも。よし、できた。怒られないかそれ。それじゃあ印刷所に行ってる間の留守頼んだぞ。はい、任せて。何ができたって。あ、なんでもないよ、原稿だよ。さっきのデートなんだけど、日曜の午後2時に2丁目の式で待ち合わせ。遅れちゃダメよ。間が悪いよ。え、日曜午後2時おいと呼びかけようと慌てて呼びかけようとして慌てて声を飲み込んだ。ここでともこにその時間はダメなんだって言ったりしたら、勘のいいともこのことだ、すぐに気がつくに違いない。最悪の事態だ。ビクビクしてんな。あー、ベルスクじゃない。え、あ、はい、します。これはきついな。なんだろう、すげえ辛くなってくんなこのゲーム。ちょっと待って、分ける。これ今どれぐらい
11% か。なし崩しのうちに智子とデートする羽目になってしまった。前に会うために指定した時間と重なるなんて最悪だよな。もちろん智子に断りの連絡を入れようとしたけど、連絡がつかないまま日曜日を迎えることとなってしまった。しかも待ち合わせの場所まで一緒だなんて、どうすりゃいいんだ。いやこれそうだな、行くしかないんじゃない。こうして僕は日曜日の午後、二丁目の交差点へと向かった。めっちゃいるじゃん。占い信じすぎじゃない。さっきだった若い男女の視線の中、僕は店の奥の方に逃げるように座った。マユもトモコもまだ来ていないか。よかった。それにしてもみんな僕の書いた占いにハマっている。僕はちょっぴり優越感を感じた。ご注文は？ミックスサンドにストロベリーシェイク。ミックスにストロベリーお願いします。またかって感じか。うわ、僕は恥ずかしさのあまり真っ赤になった。みんな頼んでるんだから見ることないだろう。そして自分の書いた星占いを呪ったのだった。どっちだ、マユ、それともトモコ？トモコの髪型か。ふぅトモコは先に来たか。これマユ探すだったらマユだったのかな。こんなところにマユが来たらやっぱりまずいよな。はい、お待ちど。たかられてんぞ。なんだトモコのやつ、結構モテるんだな。でも一応僕は目当てでここにいるんだよな、トモコのやつ。このままじゃ他の男にナンパされるかもしれないし、しょうがないな。そっと近づいて、トモコのやつよりによってミックスサンドとストロベリーシェイクなどか頼むから、ああ男どもが群がってきちゃったよ。誰だ。何すんのよスケベ。うわ、遠くから呼べばよかったね。なんだ君だったの。いきなりこれはないだろトモコ。横の男前が引いてるぞ。ごめん、ちゃんと約束通り来てくれたんだ。あの謝り方だったら許すな。許すね。 ああ一応ね。その言い方、なんか隠してない。ギク、まずい。ここでマユを待っているなんて言えない。マユが来ないことを祈るしかない。どうしたの、急に黙り込んじゃって。そうだな、これはさすがにわざとらしいか。いやでも行くか、見惚れてた。ちょろくてよかった。場所を変えましょう、外いい天気だし。まあうるさいしなここ。結局なんだかんだと言いながらも今日一日は智子と一緒に過ごしてしまった。前のことも気になってはいたけど、今は目の前の智子の方が気になっていた。僕の夏休みでよく聞いたな、この声鳴き声。なんだっけ、トンビかな。びっくりした、首つったのかと思った。綺麗だ。え、なんか言った。いや。ねえあれまだ持ってる。どれ。私があげたキーホルダー、ほら尻尾のやつあるよね。なんかモフモフとしたやつね。あ、これ。そういや浪人時代、僕が一番落ち込んでいた時期があった。高校時代の同級生マユが死んだ頃だっけ。そんな時トモコはくれたんだっけ。そういえばあの時からだな、トモコと親しくなったのは。これだろ、まだ持ってるよ。大事に使ってくれてるんだ。鍵のキーホルダーにはちょっと合わないね。
うん、鍵はやっぱり落とした時になんかジャラって音がするやつがいいよね。まあね。アナさん、今日はありがとう。どうしたのそんな塩らしく。大したことしてないだろ。ご存知、桜木町でいいのかな。探索ん？だもん、いつもと変わらないだろ。うん、ドキ、なんかトモコが変だ。どうしたんだろうね。トモコ？ひどい反応だね。女の子がこれしてイエーって言ったら俺多分嫌われるよね。これはまさか誘ってるのか僕を。どうしようだけど、いや、ここは男らしく行こう。行くぞ。よし、ここまで来て引き下がれるか。トモコ、鼻が埋まってなかった。トモコ、帰ろっか。あっけらかんとしてる。好き。いいな、そういうなんかなんだろう、引っ張らない人好き。え、じゃまた明日。いや、ここまであっけらかんとしてると辛いかもしれないな。なんだトモコのやつ、人が一大決心してキスしたったのに、もうちょっとロマンチックっていうか、肩抱き合って星を見るとか余韻に浸るってことを知らないのか、あいつは。女性側が恋の言うこと多いけどね。ま、トモコらしいといえばそれまでだけどさ。でも今夜は眠れそういないな。どんだけ純粋なんだよ主人公。え、何イケメン寝てるし。とにかく眠い。とても授業を聞いていられない。この人数で寝るとバレるぞ。ねえ、起きなさいよ。教授見てるわよ。そら見るよね。昨日のことを考えてたら結局朝まで眠れなかったんだ。眠らせてくれ。ねえ、なんでそんなに眠いの？何か疲れてるの？トモコのせいだろ。もう。記憶喪失のあっちの話が全然出てこなくなったんだけど大丈夫かな。あれメインだよね多分。トモコには悪いけど昨日前に会えなかったのが気になっていた。ああ、そっちか。キスの方じゃないんだ。自分から記憶探し手伝うって言っておきながらまだ何もしていない。そう思うと午後の授業を抜け出して僕は町へ向かっていた。そして何時間が経ったのだろう。僕はもうクタクタになっていた。これ以上歩くのが嫌なくらいに。でもあと一箇所だけ。タウン市の店、学校もある。どっちだ。学校はどうかなみたいな感じだったから、タウン市行ってみるか。ここに来てみたけど、あれ、日曜日って書いてあったし、ここにはいないんじゃないかな。途方に暮れた僕はいつの間にか駅の近くのベンチに力なく腰を下ろしていた。しましょうか。ここで切るにはちょっと早いか。セーブしましょう。あれ、パーセント増えないな。増えたね。 16？ディスク1はこれで終了です。ディスク2と入れ替えてください。じゃあ切ります、せっかくなんで。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。